は沖縄のパッチ屋といえばここサコムワークさんにお邪魔しております。モソニアさん里帰りプロジェクトっていうの数匹こう連れてまいりまして、でこのモソニアソっていうのはあの迷彩でできてるんで基本同じ顔がいないっていうことが多いんですよ。だからこれがまあ著しく顕著な例で、これマルチカムなんですけど、この鼻があるっていうこのマルチカムの奇跡、それぞれ一個一個に個性があるという一個違うんです。でこれ手作りなんで、あの厳密に言うとうちのオカンが作ってるんですよ。オカンワークス、だから人形縫製の会社なのだと思っていたら、メインはうちのパッチとかそういう刺繍をメインとしている会社。そうなんですよ。今こちらにこうずらーっとこう角度的に上げてる大量の、まあまあどっかで見たことがあるゲッって書いてあるやつで、実はあの作ってる元はあのうちの方なんで、あのボスのところであの買っていただいたら、あのうちもなんていうかな、納品で売り上げが上がるのでめっちゃありがたいです。あの詳しくはあのバーストヘッドさんに。これ新しい形のってことですか、この辺りが今ボスからの注文いただいたやつね、うん、ウピウピ隊の夏美さんがあのデザインされてるイラストで、イラストはもうあの夏美さんが描かれてて、うち刺繍用にデータを起こしてミシンで縫っていくっていう。あれ夏美さんってこの間モソ買ってくれた人。あ、そう、はい、ボブ買って、あ、押し売りしたんで、確かに。あ、でも肩に乗せてくれてたから、夏美さんに営業、GFG ラバーっていうイベントがあった時に、はいはいはい、まあ、エアソフト97も設定して、はい、モソを並べといて、夏美さんがこちらっと見に来たから、はい、チャンスがあったし、ね、タイガーストライプの、そうタイガーストライプでモソ口のやつがある、そうあれを、はい、すっかり押し売りしたっていう。いや、あれちゃんと心よく買ってこんにちは、ウピウピ隊です。ウピウピ隊夏美です。あ、夏美さん、ずっとちょっと欲しいなと思ってたモソニアソをお買い上げさせていただきます。どういうふうちの子になりました。おめでとうございます。これ店で高宮さんに写真を送ろう。あ、そうですね、はい、気に入って買ってくれてるわけ、高宮さん喜ぶ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、可愛がらせていただきます。ありがとうございます。他にもなんかいろんなパッチがあるんです。あとなんか自慢のパッチで、あ、そうですね、あの自慢のやつって言ったらですね、この辺りがですよ、今年ですね、まあ、これ2017になってるんですけど、あの今年あの陸上自衛隊があのオーストラリアで射撃大会、アーサムっていう射撃大会に毎年出てて、今年総合3位で狙撃チーム、狙撃競技が1位だったんです。その、隊員さんたちうちのパッチ使ってくれてるんです。全部じゃないんですけど、で隊員さんがうちのあの銃器系のパッチなんか細かくできてるんで、なんか気に入ってくれて、それでアーサム仕様で出してくれっていう。うん、すごいよね、はい、このサコムさんの何がいいって、こっちって触ると表面で触ってるこのサラサラ感でね、よしよしって分かるんだよね。おまけにこの銃を見てもらったら分かるんですけど、一色であのちゃんとマガジンのあの溝とかですよ、うん、本当だ確かに、あの、うん、これよく見たらセレクターレバーとかも作ってますよ。あ、本当だ、セレクターある。これハンドガードの、うん、あのスリットとかもちゃんと作られて、はいはい、これが優勝したあの狙撃チームの隊員さんが、はいはい、実際にこれつけてる写真、ああ載ってましたね、見ました見ました、陸上自衛隊の広報とかにもこれ載ってますよ。すごい、マズルとこのハンドガードも別々でやってるってことだったんで、アーサム仕様、何かスコープ付きの89だったんですけど、スコープくっつけたりとかそういうのっていうのも、まあ、ある程度まとまった数があったら対応ができますよっていう作業をしてます。まあ、例えば M4 で全部違うの作ってくれてたらちょっとしんどいんですけど、一個統一したものがあれば、ある程度型が決まってたら、こういうの作ってくれって言ったら、ある程度作ることは可能です。こんなディティール出せるところなんですか。そうないでしょ、まあ、業務用ミシンで今縫うようにしてて、この業務用ミシンを、使った時にだんだん細かいのができるようになってきたから、じゃあうちはもうどんどん細かいものを作る専門にしていこうかみたいな、今路線にちょっと変えてきてる。職人芸で攻めるっていう、そうそう、スリングポイントもちゃんとあるんだよ。ゲーがこんと細かくて、分かってる人にとっても嬉しい、うん、だって自分もサバゲーマーだから、あのやっぱりね、銃をいい加減に作りたくないなって。あ、素晴らしい、やっぱこの銃はこの銃でしょみたいな。 PKM とかないかな。なんかありそうですね。その辺はじゃあちょっとあの入れておくとして、ね、なんかいろんな銃を作ろうって、今ちょっとまた管理が大変になってきてるので、はいはいはい、なかなか手つけきれてないです、ね、あれ今 M4 と249と、はい249、はい、AK とか MP7 とかは、はい、ビゾンビゾンはい、ビゾンとかちょっと特殊系のやつは
あのエアソフト973で、扱っていただいてて、はい、そこだけにしか卸してないとかもあるので、ちょっと特殊系はあのなんかあんまりマイナーな銃は973扱ってますよっていうのもあるので、だからオリジナルパッチを作りたいのであれば、はい、サコムさんにお願いしてもいいですし、はい、まあ、それ以外で、まあ、既製品のものがあれば、はい、エアソフト973に行けばあると、はい、あります。そういったところでちょっと探してみてはいかがでしょうか。ちなみにこれはいくらぐらいとかって、あの物によって値段がだいぶ変わるので、ロットで30枚からしかちょっと今受付が難しいっていう状態なので、で価格は難しいやつだったらやっぱり値段高くなっちゃうので1500円とか2000円ぐらいになっちゃうんですけど、うん、簡単なやつであれば1000円切るのとかも全然、まあ、直販の強みっていうかですね。で今ですね、私は実はあの漫画家も今やってまして、ラッキーキャッチ、はい、ラッキーキャッチロアフィッシングスクールっていう漫画を描いてるんですけど、あのこれの延長で同じキャラクターが今あの釣りの漫画なんですけど、この子たち女の子たちがあのサバゲーをやってパッチを作るっていう話を書いてるんですよ、はいはい、でそれでデザインの仕方っていうのをその本の中に入れてこうかなと思ってるので、だから刺繍って全部何でもかんでもできるわけじゃないもんですから、うん、これをできるだけ線を1ミリ以上太い線でできれば作ってほしいとか、縁取りに3ミリ幅必要とか、そういうルールがちょっとあるので、だから何でもかんでも持ってきたらいやこれできないよって断ることになっちゃうので、うん、そのルールを今漫画で書いてる作業中なもの。作業注文する時の場合に、ね、そうですね。まずそれを読んでいただいて、はい、だからまずはラッキーキャッツ買えって読んでたらだんだん俺釣りしたくなってきて、あ、そうなんですか、うん、釣りがと、まあそのなんていうマナーであったりとか、そうです、ね、環境に対する考え方とかっていう、はい、だから読んで、だからその釣りというよりかその水生生物に対する思いやりの漫画、うん、で元々釣りのガイドなんで、釣りのガイドもやってるけどバッチやっていう謎の人物です。ルアー、ああそうです。いろいろと、はい、ところに。そうです。ここに置いてるルアー、これもあの自作なんですよ。ハンドメイドです。これを使って絶対釣りをしてやろう。こういう板切れなんですね。ああ。板切れを削って塗装したりコーティングしたりして、作っていくやつで、まあちょっと時間かかりすぎるんで、うちは商売には今してないんですけど。僕も一回ルアーとか作ったことあります。マジですか。ここまで綺麗に作るって相当劇的ビフォーアフターね。これはもっともう売れるレベルの。あれなんかどこ、実は、はい、沖縄のメーカーがこの型を使って量産化したやつが発売します。やっぱりこれ絶対売れますもん。メーカーの人もこれはっていう。まあちょっとあの内部構造とかで計画見直しが出てしまって少しストップしてるんですけど。出しますよってことで今あの型とかも取って試作品が上がってきてる。こんな目の前で泳がれてみてください。もうキュ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 。こっちではなかなか釣れてます。持ってる人は怖くて使わないんです。魚かかって持ってくんですよ。想像以上にでかいのがかかるから、でもうなんか怖くて使えないっていう。これ食ってくる魚って言ったら相当でかい。でかいですね、はい、あの大体 2,3 キロとか。それの ST56 っていうこの太い針があるんです。その沖縄の魚って顎とかがすごい力が強いんですよ。曲げてくんで曲げられないようなでっかい釣り針を曲げる魚って。そうあんだけ顎、はい、でけ。これはあれじゃないの、忍者が壁登るときに使うあれじゃない。これはあの沖縄の川の中に入ってくるでっかい平アジがいるんですよ。浪人アジっていうアジがいるんですけど、10キロとか20キロがいるんですよ、川の中に。でそいつを釣り上げるために作ってるんですよ。 iPhone6 とか分かれたらタバコでいいんじゃないかな。タバコの箱はこれででかいです。でかいです。これあのルアー投げるときに頭に引っかかったら気絶しますからね。でもちっちゃい頃一回ね、あの磯釣りでね、これぐらいの針肩に刺さった。返しがついてからトレーナーレスキュー隊が来た。あ、頭にルアー刺さって病院行ったことあるんですか。その場でレスキュー隊がなんかごついペンチでバチンって返しのとこ切って、はい、キュッて抜いたっていう。あ、引っ張るより押してやっていかないと。そうなんですよね。自分の頭蓋骨に向かって刺さってたから、あ、抜けなかったんです。これの延長で釣りの漫画も描くみたいな。儲かればいいんですけどね。儲かればいいという感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。